右が、キャストパズルの一つ、キャストスパイラルワズルとは、知恵の輪をモチーフにした立体パズルのシリーズである。株式会社花山が販売している。旧称、キャストパズル。キャストパズルを解く、人々パズルのテーマは、外せますか戻せますか知恵の輪をモチーフにしており、基本的には複雑に組み合わさった二つ以上からなる、パーツを分解し復元することを目的とする。 パズルである。従来のチーノワと呼ばれるもののほとんどが複雑に曲げられた針金で構成されていたのに対し、パズルは材質として鉛合金を採用し、鋳造によって成形され製造される。製造工程を大キャストと呼ぶことから発売当初の商品名をキャストパズルとした。監修は吉ヶ原信之が担当した。 ワズルが開発された発端は、吉ヶ原が現代版の鋳造パズルの企画を提案し、株式会社花山がその企画に賛同したことから始まる。19世紀後半にイギリスで起こったパズルブームの一つに、鋳造された金属のパズルがあり、自身の所有する膨大なパズルコレクションの中からそれを見た吉ヶ原は、過去の名作鋳造パズルを創作を加えて、 近代パズルとして復刻するという企画を発案した。こうして1983年にキャストパズルシリーズ第1弾となるキャストキー、キャスト ABC、キャストスターの3作品が発表された。この作品が好評だったのでキャストパズルシリーズとして続編が発売された。続編には過去の名作だけではなく新しく設計された新作も多く発売されている。 2021年3月現在、キャストパズルシリーズが68作品、キャストパズルプレミアムシリーズが1作品、販売されている。2016年、同年7月5日から、シリーズ名称を、パズルに変更し、同時にパッケージデザイン JAN、コードメーカー希望小売価格が改定された。作品タイトルはすべて、キャストの形式で統一されている。また、 キャストパズル以前の作品には、それぞれ漢字1文字のテーマが設定されていた。テーマが付けられるようになったのは2002年からで、それ以前に発表された作品は吉ヶ原がそれぞれにテーマを設定した。シリーズ名称をパズルに変更して、以降は漢字1文字のテーマは付されなくなった。作品それぞれには、ジャパンメンサの協力のもと、 そのパズルを解くために必要とされる能力を指数化した独自の難易度が設定されている。設定値は1から6の6段階となっており、難易度別にパッケージの色が分類されている。パズルを解く楽しみと苦しみを十分に味わっていただくため、との理由からパッケージには回答図が入っていないが、公式サイトより申し込むことで回答図が送られてくる。過去の難易度発売当初は、 難易度のバロメーターは設定されておらず、難易度の優しい作品から順番に通し番号が付けられていただけであった。その後1997年頃から初級、中級、上級の3段階に、2000年頃から星1つから5つの5段階評価に、2002年頃から6段階評価になった。2012年頃から右脳的なひらめき力が必要となひらめき指数、 サ能的な論理的思考が必要となる、論理指数、その二つの値を総合した全体的な難易度を表す、総合難易度の三つで表されるようになった。この総合難易度性への移行に伴い、難易度の変更や廃盤化などが行われていた。2016年のハズルへの名称変更に伴い、難易度は六段階制に戻されている。2021年現在、ハズルには通常の キャストパズルシリーズとプレミアムシリーズの2シリーズが販売されている。2016年12月からはテレビ特撮作品のウルトラシリーズとコラボレーションした商品も販売されている。これらの作品のタイトルは前日のキャストの形式ではなく独自のものが使われている。パッケージもウルトラシリーズをイメージした独自のデザインになっている。また過去には 以下のようなシリーズが販売されていたことがある。しかしながら2012年のパッケージリデザインに伴い、マリンキャストシリーズは通常シリーズに統合され、また、ストラップシリーズ、ディズニーキャラクターキャストパズルは廃半となっている。以下、レベル別に記載する。同じ難易度のものは、は、ズル公式サイトで紹介されている順に記載する。パッケージは白色。パッケージは黄色。 パッケージは緑色。パッケージは青色。パッケージは黒色。パッケージはレベル5と同じく黒色。通常シリーズマリンシリーズマリンキャストシリーズストラップ。シリーズディズニーキャラクターキャストパズル。プレミアムシリーズキャンペーン品。キャストパズルがハズルに生まれ変わります。アーカイブド2016年6月7日。アットザウェイバックマシン。株式会社花山。 2016年6月1日、ハットは、ズルの回答図、株式会社花山。2007年の入賞作品。AB2010 年の入賞作品。AB 公式サイトでは、花山 CEO、リミテッド、と表記。2013年の入賞作品。2012年の入賞作品。ジュアリーグランドプライズの、WG2001 年の入賞作品。 オーナラブルメンションの中のサンフラワー2014年の入賞作品。ジュアリーオーナラブルメンションの中のクローズオブサタン2014年の入賞作品。2014年の入賞作品。ジュアリーオーナラブルメンションの中のカセット2005年の入賞作品。2018年の受賞作品。2002年の入賞作品。オーナラブルメンションの中のゴールドシルバーブロンズ。 ありがとうございます。